あれ？日焼けした？なんか雰囲気が違って見えるんだけど。そうだ、この前はごちそうさま。素敵なお店だね。
あんなにくつろげたのは久しぶりだ。そう言ってもらえて嬉しいよ。近頃は怪盗団を支持する人たちから疎まれているみたいだからね。それより君の学校大変みたいだよ。例の体育教師の問題行動を学校ぐるみで隠蔽してたって報道されてる。被害に遭った生徒は大人の勝手な都合で泣き寝入りするしかなかったなんて、どんな理由であれ絶対に許されることじゃない。何かあったら言ってくれ。早く収束するように僕もいろいろ動いてみるから。ちょっと、電車の広告見た？またマスコミが来んぜ学校に。怪盗騒ぎの囚人学園、校長ら教職員が組織ぐるみの不祥事隠し、もうすげえ騒ぎになってんだから。これ校長とか大丈夫なの？てかさ、大物狙ってって大正解だったな。どこも俺たちの話題で持ちきりだ。おっと、ごめんなさい。ああ、大丈夫。今の子、あり怪盗団今来てるからさ、誘ったらいけっかな。実は俺、怪盗なんだけど。てい先生もやったんすか、隠蔽。私だって初耳。警察に聞かれても適当なこと言わないでよ。ほんとこんなんばっかで。また親戚中から電話来る。ああ、ちょうどよかった。これもしかして聞いてるかもしれないけど、修学旅行の話、今事件のことで学校に警察がまたいろいろ入っちゃってるでしょ。それで引率の先生の何人かが事情聴取に呼ばれることになって、ちょうど修学旅行の日と重なるのよ。聞いてます。でね、さっき職員会議で出た話なんだけど、3年生に代理の引率頼むことになってね。新島さん、悪いけどお願いね。はあ、ほら、今年の2年生何かと癖の強い子が多いでしょ。受験で大変だろうけど、新島さんの成績なら大丈夫だと思うし、心配いらないって。あなた以外にも何人か行くから。そういうことでしたら。本当？助かった。じゃあ話進めとくね。ちょうどいいか。いい？やれやれ。
聞いてるのか。タルンドル、どうぞ。じゃあまたね。おい、いよいよだな。ナナ。よし。なんだよ。いらっしゃいませ。いらっしゃい。遊んでいくかい？頑張って。うん。
よし。遊んでいくかい？やるじゃねえか。帰るとするか。忙しい？保管した証拠品のリストアップよ。バイトでもできそうな雑用、こんなことしてる暇ないのに。職場だとイライラが顔に出そうだから持って帰ってきちゃった。お疲れ様。片手間にこなせるほど怪盗団の件は甘くないのに。マスコミも無神経に騒ぎ立てるから聞き込みでも警戒される一方よ。先月だって情報を握ってそうな男から何にも聞けなかったわ。脅しまで試したのに。強めに問い詰めたってだけ。ああ、そうだ、私来週から修学旅行。引率の先生が事情聴取だから、その代理。いいんじゃない、学校側に貸し作れるし。受験には差し障りないんでしょ。それは大丈夫。お風呂先でいいよ、私勉強あるし。じゃあそうしようかな。これでいいのよね。うまくいったみたいだな。と、その前に学校だ。
ざけんな。そういえば、お手並み拝見です。これだ。やりますね。はい、これ一応やれてると思うけど。ふんふん、任せろ。うわ、これ全部もらってきたの？全部ハワイ？どうせおとなしくしろってんなら楽しまなきゃ損だろ。見ろよこれ、なんかビーチででかいウミガメの見物あるらしいぜ。カメよか料理でしょ。こういうサイズの分厚いステーキ、日本だとあんまないよね。あと、マヒマヒ？何これ、シイラって魚？どこの学校もシーズンだな。うちも修学旅行なんだ。そっちはどこだ？ロサンゼルスと言ってたな。似合わない。ユウスケは日光とか奈良とかじゃん。なんだって足しになるさ。日本画の岩絵の具だって元は伝来したものだ。ハワイとロスな。お前ならどっちがいいよ。俺はロスも捨てがたいな。つうか俺ロスっぽくね？ギャングっぽくね？意味がわからん。私はハワイでリゾートがいい。しばらくお別れってわけか。お土産買ってきてあげるね。お、データいろいろ出てきた。ざっと見た感じだけど人為的で一連性だって。偶然廃人になるわけじゃないって意味よ。犯人がいる、事件だってこと。っていうか廃人のことだけじゃないな。前から騒がれてる精神暴走事件ってのも同じ一連の事件って呼んでるっぽい。さすが誠の姉貴。全部解析するのにどのくらいかかりそう？量があるから一晩じゃ無理だな。
でも旅行から戻ってくる頃にはなんとか。報酬はね、ハワイとロスの土産な。なんか双葉、相変わらずすごいね。情報戦ってのハイテクで今時っていうか、ちょっと映画みたい。別に怪盗なんだから当然だろ。我が輩だって車になったり。張り合うなって。なんだと。モルガナは今のままでいいの。生意気かわいい感じ。かわいい。あんたの。さて、続きは旅行から帰ってからだな。それまでに怪盗団人気がどんだけ高まってっか。僕は美味しい。それじゃあまた。
悪質なゲーマーか。メメントスの可能性もあるな。セントラル街のゲーセンだっけ。まずは見に行ってみようぜ。よし。よし。みんな集まったね。よく聞け。賛成よ。いいだろう。よく聞け。いいぜ。いいだろう。よく聞け。そうね。うん。うし、一暴れするとしますか。また広がったな。お宝取ったせいなんだよね。これからどんどんでかくなりそうだな。メメントスの領域拡大はお宝取ったからじゃないと思う。回答の検索数とかホットワードのランキング、それに三島のサイトのアクセス件数だと思う。今もちょっとずつ広がってる。俺たちが話題になればなるほどメメントスが広がっているということか。もしかして逆なのかも。どういうこと。私たちが広げてる、あるいは怪盗が大衆に認知されるに従ってメメントスが奥への侵入を許している。カオパスってやつ。言い得て妙かもな。マジかよ、すげえな。っていうか双葉がすげえ。こんなんどうやって見つけたんだ。朝飯前。全然知らなかった。我が輩って。仕事の時間だな。よし、行くぞ。
見したぜ。どうするジョーカー。よし。余裕だな。顔に書いてあるぞ。よし。スーパーに行かないか。いい試食コーナーがあるんだ。どういう誘いだよ。ほんとがっかり美形だよなお前。
信しない。まあ、いいや。ねくらそうなやつ、ふわっと答えとけばよさげ。相変わらずすげえ力だな、ジョーカの仮面を増やしたな、ジョーカー。さて、
お？あ、行こう。
よーし。ああ
運転するの意外にうまいよね。ジョーカー、実は運転したことある？一応我が輩も手伝ってるからな。他の車でこううまくいくと思う。ざまねえな。よし、血祭りだ。
してくるかも。銃だ、銃で弱点を狙え。直撃よ。敵ダウン。クイーン、いけいけ。バトンタッチでダウンを狙え。責任者はあなたよ。いけない。我が決意の証しやな。ゾロ、さすがに。いいぞ。お疲れ。みんなお疲れさんだ。新しい技覚えたよ。さて、ザーゴはいいから早く先進め。到着。お疲れ。俺はどうするつもりだ。不意打ち成功。ここはこれで負けたら承知しないからな。取れ、我が半身。引導を渡す。ペルソナー、くたばれ。敵が感電してる。その近接攻撃が有効だけど、感電の電線には気をつけて。足腰が動かねえ。私の怒りを思い切る。決まった。すげえ、華麗だな。ピルソナ、はい。ペルソナ、自分だ。やるな。行くぞ。弱点がないけど、ショックを与えたら混乱しないかな。来い、アラミ様。やらしい。やるせ。よし。ペルソナ、余裕すぎて相手にならないな。暇だ。
もっと強いの見つけろ。シャドウ確認したぜ。注意しろ。お兄さん、すごいね。あのさ、よし。よし。そうだな。外した？どうか、どうした？ペルソナー！
手ごわい。気をつけて。ペルソナ！して最強気取りとか調子に乗っちゃって、今のままだとちょっと手が出せないね。一旦引いて考え直そう。ああもう